オートイコールグレーは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。歴史的なブルターニュの一部であり、歴史的には、ペーナンテに、伝統的には、ビニョーブルナンテに属している。県における、オートイコールグレーの一オートイコールグレーは、南都中心部から10キロメートル南東にある。境界を接するコミューンは、サンジュリアン・ド・コンセイユ、ルロ・ルー・ボトロー。 ラ・シャペルーラン、ラ・イフ・アシエール、ベルトゥ、バス・グレーヌである。INSEE がまとめた順位表によれば、オートイコール・グレーは都市型コミューンである。なんと都市単位を構成する24の万流の一つである。グーレンとは、コミューンを流れるグレーヌ川を意味する。オートイコール・グレーは、グレーヌ川下流にある。バス・グレーとは、対照的に上流にある。ガロゴデの地名は、ホジェリンである。 6世紀、ベルトゥの聖マルティノスに捧げられた、礼拝堂が建てられた。聖マルティノスは、南都市教聖フェリックスの弟子であった。最初、聖ラドボンドを守護聖人としており、同じ時代に小教区となっている。11世紀から12世紀の間に、グレーヌ教区が創設された。最初は、オートイコールグレーも、バスグレーも一つの教区とみなされていたが、1287年により、 区別されるようになった。オートイコールグレーの歴史は、グレーヌ家の歴史と同一である。12世紀、ジャン1世、ドグレーヌは、プランタージネット家のヘンリー2世によって、なんとの知事に任命されていた。14世紀、ジャン2世、ドグレーヌは、聖マルタンの日に祭りをする権利を取得している。アンリ4世は、ガブリエル・ドグレーヌへの行為として、グレーヌ領主を公爵領に格上げした。 1788年、グレーヌ城とその土地は、グレーヌ公爵ジャンドバイユアシュの資産となった。その後資産は、ドミニク・ドゥールブルックが購入した。17世紀、オートイコールグレーの面積内にあったクレオン荘園は、セビニエ公爵夫人が所有していた。1793年、バンデの武装勢力がクレオン及びラルエに駐留した。創水イコール1999年まで、LDH、 イヘス、カジニー、2004年以降 INSEE、グレーヌのブドウ栽培は、コミューンの主要な経済活動である。その面積の1、4は、ワインのビジネスに関係がある。現地での生産を特徴づけるのは2種類の白、ワイン、ミュスカデセーブルウェメーヌ、そして、VDQS ワインのグロプランデュペーナンテである。グロプランはもともとシャラント原産のブドウ品種である。 一方で、ミュスカデのフォルブランシュ氏は、ブルゴーニュ原産武道のムロン氏から来ている。いくつかのワイン、赤とロゼが、ガメ画シュとカベルネ種から少量生産されていることにも注意が必要である。グレーヌ産ワインの評判は、地方や国の大会で、数々のメダルを獲得することで認知されている。ありがとうございます。